と初心者の方もいらっしゃるので、もうベテランの方は分かっていることなんですけれども、簡単な着物の説明をさせていただきます。で、着物いろんな種類があるんですけれども、よいしょ、これがいわゆる一般的に皆さんが着物っていうふうに呼んでるものなんですが、着物の世界では長着と言います。着物っていうとこれを皆さんイメージすると思うんですけれども、実は着物っていうのは帯とか襦袢とか振り袖とか全部のことを合わせて着物っていうんですね。で、これを着物ではなくて着じゃくとか長着とかっていうふうに区別するために用語場合がありますので、よろしくお願いいたします。で、ここにメジャーがあると思うんですけれども、こういう方は近くに寄ってご覧になってください。で、2つメジャーが置いてあります。で、これ天地と尺の鯨尺の寸法になってます。で、ここに途中に画鋲が刺さってるんですけれども、こちらが1尺、2尺、3尺、4尺で、こちらが50センチ、1メートル、1メートル50センチという形になります。で、ここがこっちから1尺、50センチ、2尺、100センチですね。で、これ何であるかといいますと、このようにここから真ん中まで置けば、だいたい細かく一つ一つのことを言うことはありませんけれども、だいたい何センチなのかっていうのが置けば分かるようになっております。で、この下側の裾、ここから裾までの距離で画面を見ていただいたら、だいたい何センチかっていうことが分かるようになっております。大きさも値段がつく大切な指標なので、参考になさって入札をしてください。あ、じゃあちょっとすいません、カブさん、さっき私が繰り返してたのをお手伝いしてもらっていいですか。で、着物を1枚ずつ出した時にですね、汚れやすい場所、チェックするべき場所というものがあります。これは実際にご自身で着物を売る時、あとは値段をつける時にも非常に重要な事項になりますので、ちょっと汚れやすい場所というのをこれから説明します。まず着物ってこういう風にかけちゃうのよく見ませんか。お水とかでこうかけてるとですね、焼けるんですよ実は日光で。で、なんでまずここですね、この肩のところ上からいきますね。焼けがあるかどうかっていうのは大切なチェックの指標になります。で、次に後ろからシミがつきやすい場所を言いますね。で、ここの背中のところですね、この帯を巻いてますので、汗が落ちてきてここに汗じみができてしまう、あとシワがこの辺にできる。で、あとはこの脇の付け根、ここが弱りやすいところです。よくね、ドア止めに引っ掛けたりベリベリベリしたことがある人だったらちょっとイメージができると思うんですけど、であとは着物を着た時にこちら側は要するに上前、こう着物って重ねてきますので、ここに出てくる場所になります。なのでここにはシミが非常につきやすいところですね。であとはそこの裾の部分です。一番下の裾の部分はお茶をやってらっしゃる方とか、要するに草履を履いてない状態で着物を着ている、着物に関しては裾が破れたりとかほつれたり黒ずんだりとかっていうことがよくあります。はい、で、もが入ってますね。はい、ではひっくり返して、よいしょ。で、皆さんご存知だと思いますが、このように襟ぐりのところですね、ここも汚れやすいところです。あと食べこぼしなんかで、この胸のところ、これもこの着物すごく兄弟に適してて、大体やってるっていうところがあります。あとはこの細手のところ、こうやって
汚れる。あとマーキーも。あの単価の高いものはこの辺もあの倍出しながら全部一緒にチェックしますので、あの皆さんもご覧になってください。あとここの裾のこのフリのところですね。この辺もあのよくあのお醤油に突入事件とかあったりとかあったりとかして汚れやすいところです。でさらにひっくり返しましてここ脇の汗染みができるところですね。ここも非常に重要なチェックポイントです。で少し下りまして、ここにも汗じみができやすいです。あのお尻の下にあたるところですね。長時間座ってたりとかすると、ちょうどここに汗が溜まりますので、ここもシミができやすいです。あと、座ることになると、ここがこう引っ張られるので、ペチてくるっていうのは結構あります。この辺が結構あのポイントがたくさんあるんですけれども、汚れやすいポイントになりますので、あの場に出たときにあの一緒にチェックしていただけたらと思います。であのこの辺は査定にも非常に重要な、やっぱり汚れてるとね、ちょっとちょっと汚れてるから買いやすいっていうのもあるんですけれどもありますので、よろしくお願いします。で次にもう一回戻りまして、あの着物にもブランドとかあのそういうものがあるんですけども、長着の名前はほぼここかここに落款があります。はい、このようにここに落款があります。でこの落款を見てご自分がもしね知ってたら、あの売り値の相場も分かりますので、あの自分の思い思いどれぐらい買えるのかっていうところをちょっと考えていただけたらと思います。で落款がある場合はあのこの辺にいる方が落款がここにあるということで、ちょっとポンとやっていただけると助かります。あの着物の寸法の見方に関して説明をします。着物の寸法なんですが、あの一番重要なのは雪と竹です。はい、で雪というのはこの背中の縫い目から袖口までの長さです。で測り方はいろいろあるんですが、一般的にはここの T の字にクロスしているところからこの袖口の先までを斜めに測ります。でここが0センチでここまで持ってくるとちょうど64センチあります。で64センチがどれぐらいなのかというと S サイズ程度ですね。なのでちょっとちっちゃいです。次に竹を測ります。ここの肩から何センチですか。ちょっと引っ張っていただいて150センチですね、はい、であのここの背中心から下までを測る測り方と肩山から測るやり方があるんですけれども、これ違うんですよ。あのサイズあのどっちで測ってもいいんですが、今やや片山から測る方が主流になっております。あの片山から測った方があの誤差が少ないんです。ここに繰り越しって言って後ろをきれいに抜けるためのここにちょっとこうあるんですよ、斜めのラインが。でこれが仕立て方によってサイズが違うので、あのちょっとここで振り幅が出てしまうので片山から測るっていうのが最近の主流になってます。であのここではそれ以上測ることはしないんですが、あの一般的に販売するときにはここが前幅、ここが後ろ幅といいまして、ここも採寸することになります。でこれが前幅が 23.5 センチ、後ろ幅が 29 センチ、これはだいたい M サイズ程度ですね。女性の9号とかそれぐらいの大体採寸の仕方わかりますかね。あとこれは袖丈も、でこれ今袖丈が 44.5 センチです。この着物はで、これが長いか短いかなんですけど、
短いです。あの一般的に 何にも言わないでお着物を下手に出すとほぼ49センチで仕上がってきます。49センチか、まあ、49.5センチ、これがレギュラーなので、それよりも短いものは袖丈が短いっていうことになります。で一般的にはマイナス射程になります。袖丈が短いと、あの短いものを長く出すことはできないんですけれども、長いものは短く詰めることができますので、ただまあ、 あの短く詰めなきゃいけないんでねそれであれなんですけれども、あの短いよりは長い方がいいです。ここにいろんな種類があるんですが、今日はどういう帯があるかというところまではやらないです。で帯を見るべきところなんですけれども、あのまずここの口のところ、これ開いたらここにあのさっきの言った落款とかあのマークが出てくる場合があります。名古屋帯の場合は三角のところの中か、あのここの裾のところにある場合が多いです。一本で出すときはですね、まずこういう風に出してちょうど真ん中のところあるじゃないですか、このこれ手のところですね。ここが焼けやすいので、あの焼けてないかちょっとチェックします。こういうふうに服屋さんで畳み出してるときに、だいたいこういう形に置いて、この輪になるところを手前に出すので、ここが焼けたんですよね。なんでここがちょっと焼けてないかチェックします。で使うときにここに線が入っていると思います。着物ってこういう線に半分に折ってぐるぐる巻くじゃないですか。なんで何回も使っているとここが擦り切れてきたりとか、あの色が変わってしまったりとかするので、ここの使用感を見ると大事なことです。ちょっと汚れやすいのはこの無地の部分とはこの辺、この辺はちょうどここに来るところなので、食べこぼしがあったりとか、あのなんかちょっと話になってきたりとかしやすいとか。後ろの場合はこんな形で帯になるんですが、この太鼓の山のところ、ここも割と汚れやすい場所です。でこの側面、ここですね。ここが壁とかにガリガリ削っちゃって、あの手羽立ってしまうことがあるので、ここもよく見る。コバって言うんですけども、ここも結構傷みやすいところです。でもあの着物に比べて帯が見るのが割と少ないのでやりやすいかなと思います。一応着物と帯だけなんですけれども、あの品物の見方はだいたいざっとこんな感じなんですが、なんかご質問とかちょっと分かりにくかったことありますか？素材の話とか心眼鑑定の話はあの迷宮入りになるので、今回はなしでお願いしますはい、幅ですね。そうですね、はい、忘れてました。幅はですね、あのこうやって見てこれが31センチなんですが、成人女性の現代帯でほぼ31センチです。で名古屋帯も31センチで、ここが昔のアンティークとか古いものになると細めになる。で子供の帯はあの大体21センチ、希望さんの3歳はほとんど帯はしないので、あの7歳以上なんですけど、13歳ぐらい の、 あのジュニアの帯でちょっと28センチがありますけど、ほとんどないです。ここはないですか？大丈夫ですちょっとあの基本的なものばっかりなんですけど、大丈夫でしょうか？特に質問がないんですから、とりあえず今回はこれで。あ、大丈夫でしょうか？見学の方がなんか、はい、はい、全部広げる場合と、覗きで買う場合があります。はい、はい、あのちょっと単価が高いようなものだと全部広げて長さを測ったりとかする場合もありますけれども、あのちょっと積んでやったりするようなものの場合は、あの入り口だけこうやって広げてみたりとかします。
ちょっとやってみましょうか、どんな感じなのか。半物だったらこんな感じで、ちょうどスロープがいい感じこんな感じで見れることになります。これここまでですね、一般的な半物でした。半物はね、あの端がよく焼けてますので、あの全然置いてると、あのショーウィンドウのから光が入って片側がこうビーって焼けちゃうんですよ。なのでこう焼けてないかってチェックしてください。で、入り口にこういう風にシミがあっても中が綺麗な場合もよくありますので、あのその辺は思い思いご自分で予測をして買っていただくことになります。全部広げるとちょっと時間がかかりすぎるので、全部広げるってことはやらないです。大丈夫そうでしょうか。大丈夫そうでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。